大家好，我是亚洲老大的珍妮。韩国和日本每年都在英语教育上投入了百亿美金，但是我们不难发现，大部分韩国和日本学生难以用英语沟通。所以这次我们会让在海外留学的韩国和日本学生分享他们对这件事的看法。日本では英語を何年間ぐらい勉強してましたか？10年ぐらいですかね。영어공부한지얼마나되셨어요？저요17년정도。한국에서공부한것까지포함해서、네、한국에서몇살부터영어를공부하죠대부분저당시때는초등학교4학년때부터배웠던것같아요3학년3 4학년지금은아마유치원때부터배울거예요저는초등학교3 4학년때부터인가그때부터계속했어요근데그냥싫어요영어가영어만나오면외국인만나오면그냥어지럽고그냥막식은땀나고막그정도예요그냥한국고등학교에서는영어를어떻게공부해요한국고등학교에서는그뭐지공부를할때무조건단어를주고너희가이거를몇개를외워서내일을시험볼거다수행평가같은게있기때문에그목표점수를받기위해서일단은그냥공부를해요한국에서영어공부는대화위주가아니고내신성적과한국에서학교성적이잘나오기위해서하기때문에문법을외우지만애들이외우고공부를하고시험을치면끝이에요日本でその英語を学んでてクラスのまあ授業ってどういう感じでしたか楽しかったですかただのもう数学とか国語とかと一緒のもう勉強っていう感じでネイティブの先生が来た時は何言ってるか全然分かんなかったんですけどすごいでもゲーム感覚でやってたりしたんですごい楽しかったですあんまり楽しくなかったですね文法中心で習って学習しているから中学校とか高校生とかで学んだ英語でコミュニケーションを取るっていうことはできると思いますかおそらくできないと思います文法途切ってじゃあテストで○○○○だとなんかまあいいかもしれないですけど結局は話せてないですもんね多分文法とかライティング書くことには長けてると思うんですけれどもなかなかコミュニケーション取るってなると難しいと思います한국사람들이영어를특별히못하는이유가있다고혹시생각을하세요사람들자체가뭔가실수를하면은거기에대해서면박을주고하잖아요한국이그러니까자기가실수를하는거에대해서두려워하는거죠그래서어중간하게배워서오면은아이거를어떻게말해야되지머리로생각을계속하다가이제그냥아예전혀말을못하게되는거죠학생들같은경우는또부끄러움이많기때문에먼저다가가서얘기하는게쉽지않죠그다음에길가다외국인만나도얼마나많은사람들이말을걸지는누군가에의해서늘강제로배워야되고그게어릴때부터그게누적되다보니까나중에도영어가필요에의한게아니고그냥단순히시험을위한과목이된다고나할까문법식교육만계속강조하고그문법을틀리면은선생님들이말이틀린거라고아예그냥결론을지어버리니까애들이학생들이그러니까이게겁을먹고이게완벽한문장이아니면은얘기를안하려고해요저같은경우에는그러니까좀또그런자격지심같은것도있지만영문과하니까그문법포문안에서더맞는문법을해야된다는그런강박감념이있어요그나마내스스로가자격지심인것같아요그러니까아나는문법을배웠는데왜문법대로못하지뭐말이안되지그리고한국인자체가정서가먼저다가가는성격은아닌것같아요今の日本の教育のシステムでこういうところをもっと改善した方がいいのにっていうところってありますかもう本当文法中心で勉強してるからインプットはしてるかもしれないけどアウトプットこういう喋ってることにつながってないから結局何言ってるかわからない何を喋っていいのかわからないということはアウトプットがあまりないから学びが遅いっていうことですかねそうですねアウトプットをもっと多くすればいろんな方が話せるんじゃないかなって Is there anything you would like to say in Korean? 언어니까막무조건문장이맞다틀다이렇게가르치기보다는좀더좀폭넓게가르쳤으면하는바람이있습니다제가생각하기에는한국에서도좀영어를공부하는데재밌게할수있도록아주어린때부터그런환경을많이조성해줬으면좋겠어요希望这次的访谈让你了解了更多不同的想法，也欢迎留言分享你的看法。如果想关注更多亚洲新闻和文化动向，就请记得订阅我们的频道。谢谢收看，还有记得求知若渴。